はい、ムッチ TV のムッチです。今日はですね、いつも、私の娘が大好きなハワイアンズに行くっていう動画をね、軽くね、コロナの兼ね合いでこういう感じですよっていうのをお伝えしましたが、ハワイアンズをね、どういう風に楽しむと、いいよっていうようなね、我々家族のね、いつもの動きっていうのを、一泊二日の様子をね、交えながらご紹介できたらなと思いまして今回の動画作っております。ハワイアンズはね、本当慣れないと、そんなとこにあのお風呂あったのとか、あんなとこにこういうプールがあったのなんていうね、ぐらいやはり、福島のね、広大な土地をうまく利用してね、元ね、炭鉱の場所だったところを改造してうまく作られているんで、本当に広いです。だからうまく効率よく回らないととか、あと知らないとね、あんなところにそういうお風呂があったんだとか、こういうスパがあったんだなんていうのをね、帰ってきてから知ったりね、することがありますんで、一応ね、うちの娘5歳ですけどね、あ、6歳になったかな。で、この5歳6歳の娘さんで、奥さんと自分っていうご主人っていう感じでね、動く。で、家族みんなで、ずらずらと動くっていう形のパターンです。で、もううちの場合は娘が、スイミングをね、習い始めてから、もうプールっていうかね、こう潜ったりなんだりっていうのが楽しくなっちゃって、そういう感じでもう子供の意思を尊重した動きになってます。で、それでどういう感じで動くとベストなのかなっていうのをね、参考になさっていただければ幸いでございます。で、この、撮影してる時はね、すごく好きすぎちゃってて、ちょっとね、参考にならない部分もあると思いますが、このね、昨今のね、コロナの兼ね合いで、大体こんな感じだと思います。これは、この動画はね、だいぶ好きすぎちゃってる。平日で、さらにコロナの緊急事態宣言が解除されたばかりみたいな時だったんでね、まだね、ホテル等々の予約も少なかった感じに思います。変な話、あのコロナの最中の時の方がちょっと混んでたかなと思いました。はい。なので、その辺もね、踏まえて、ご参考にしていただければなと思います。はい。で、今お話ししてる間に、常磐自動車道、岩木湯本を降りましたね。降りるともう数分です。車だとご覧いただいてる映像の通りなんですが、5分ぐらいで、着いちゃう距離にございます。で、あとはもうあの大きい看板が出てますし、ざっと簡単に言うと高速降りて左でも右でも正直どちらからでも行けます。ただ右から行くと今、ご覧いただいているのが、高速のインター降りた T 字路を右側に進んだ、コースになってます。そうするとね、途中からこう専用道路というかもうハワイアンズの、土地の中を走っていって、ご自身たちのね、ご予約した、ハワイアンズだったり、モノリスタワーだったり、今正面にね、モノリスタワー見えてきましたが、モノリスタワーだったりっていうような感じで、入っていくことができます。まあ、混んでる混んでないっていうのは抜きで、逆に言うと、まあ、どちらから行っても、宿泊の方の駐車場と、日帰りの方の駐車場っていうのはちょっと明確に分かれてるので、あまりね、車が混んでて入れないとかそういうことはないので、こちらはね、この右側のルートから来た方がいいんじゃないかなと思います。で、この後、このまま駐車場がですね、スパリゾートハワイアンズでも、モノリスタワーでも、ウィルポートでも、正直、どの宿泊施設でも、駐車場はね、ホテルの前に1箇所、今から止めますけど、ハワイアンズ、もともと昔からあったハワイアンズの前にある宿泊用の駐車場っていうのがあります。そこに先に止めちゃってもいいと思います。普通にね、ご家族で行くレベルだったら、そんな多分大荷物、海外に行くみたいに、いくらハワイだって言っても海外みたいに大荷物になってるとは思わないので、私たちなんかはもう先に駐車場に止めちゃいます。で、チェックイン間際だと、チェックアウト人たちの、タイミングとあってね、駐車場がこの今ご覧の通り空いてます。なので、先に止めちゃった方がいいと思います。これ、うっかりすると、エントランスまで行って、
車をね横付けして、あこれの方が楽だって荷物を下ろすじゃないですか、普通のホテルみたいに。そうするとね駐車場が埋まっちゃってるパターンが多いので、先に駐車場を確保した方がよろしいかと思います。まあね、もちろんここから歩いてもこの後お見せしますけど、あの1分目の前に両方ともね、モノリスタワーもハワイアンズも、ウィルポートもね、ございますんで、あまり心配することはないかと思います。はい、で今の駐車場を止めまして、目の前のね横断歩道を渡りますと、今回はねモノリスタワーに宿泊ということなので、この娘が歩いてるね階段をトコトコトコと、1,2 分歩くとエントランスに着きます。でまあどこの施設でもそうですが、今はね、昨今のコロナの影響によりまして、入り口でこのチェックインのタイミングなんかでは検温ですね、体温を測ってもらって消毒をして、受付になるという形になります。でまあホテルはね他のホテルと一緒でやっぱチェックインは混み合ってます。ただこの昨今のね、コロナの状況で、宿泊人数も少ないということなんでね、とてもスムーズにチェックインの手続きが簡単に、時間が取られず、行うことができました。私も消毒してね、エントランス入ります。エントランスもね今ちょっとブレブレでございますが、こういう感じでちょっと広々としたね、ハワイアンチックなちょっと、リゾートホテルっていう感じのねエントランスになっております。で人もねこのタイミングの時はまだ、1人しか待ってない状態っていうことでございました。で、いつもね部屋を取る前にね娘が大はしゃぎしちゃってねごちゃごちゃになっちゃうんで、初めて逆にモノリスタワーのね標準的な、ジャパネックスルームって言うんだっけかな、お部屋の方をザザーと今ご紹介しております。トイレとお風呂、浴槽はないですけどねシャワーがついております。おトイレがあって、お部屋は入るとこんな感じ。はい、でベッドを置いてないので、ジャパネックスルームって言ってこの床のね部分、ちょっと怖がりになってる部分に、時間になるとお布団を引きに来てくれるっていうスタイルでございます。はい、そしてね、お部屋に備え付けてありますこちらのねハワイアンズお決まりの、ムームーと、館内用のバッグをね一人ずつ持ちまして出発という形になります。この時ねアドバイス的にはもう館内ではプール下に水着を着てね行けば荷物が少なく、帰ってこれるっていうのがありますんで、この辺も参考になさっていただければと思います。はい、そしてプールに着きましたらね、もちろんアップルウォッチは、水中モードに変えましてね、誤作動防止を設定します。はい、で着きましたらね今ご覧いただいているところは、子供専用のプールっていう形でねとても浅くね、そんなに大きくないんですが、小さいお子様が安心して遊べるようなエリアになっています。まあねまず行くとね 4,5 歳のこの辺の子供連れて行くともうプールに入りたいってなって、上のねムームーを脱いでジャボーンって感じになっちゃうので、うちの場合はまずここら辺から攻めていく感じになります。でね、水温とかあこんな感じかみたいなね、ハワイアンズどこ入っても基本的には冷たくない、まあ、簡単に言うと温水プール的な感じなんでね、よろしいかと思います。で今ご覧いただいているようにうちの場合だとちょっと慣らし運転、準備運動が終わると流れるプールに移動して、何周かするかなっていう感じですね。はい、そしてこれ正面側、画像の一番奥側ですねが、入り口側になります。スパリゾートハワイアンズの入り口の反対側、トイ面から撮ってる感じです。今手前側に見えてる大きいプールはね、簡単に言うと大人用の大きいプールです。 50m プールみたいな感じのね大きいプールになってます。深くてね。でここを通り過ぎて、奥側のスプリングタウンとか、スパ施設の方に移動する形になります。はい、でここを抜けていくとですね、こういうような形でちょっとプールとは雰囲気が違うところなんですが、この右手が私の前回上げている動画にあるようなね、こちらがウィルポートというまた別のね、宿泊施設になります。
を通過していく感じで、この真ん中のところにね、ホールがあって、ここでは昔、踊ったり、フラガールさんの、催しが見えたりですね、いろいろあるんですが、ここはね、その時々のイベントの催事会場みたいな感じになってます。で、今回はですね、フラフラガールっていうのが12月3日から公開になるので、このね、ハワイアンズの、イベントのための準備が進められておりました。はい、そしてそこを通過しますとですね、こういう感じで屋内の、スパガーデンという形になっております。ここはね、43度だったからな、暑くはなくぬるくはなく程よい温度でね、体がリラックスできてとても楽しい感じになっております。はい、そして今のところでね、少し温まった後は、ここの中の階段をね、登っていくとですね、外に行ける、ガーデンになっていて、少し体を温めてね、歩いてる間寒いんでね、体を温めて、外のプールに移動するっていうのが、まあ大体のうちの、ムッチ家の流れですね。で、ここに、行くとね、この外のもね、暖かいです。基本もうスパガーデン側は全部43度以上と思っててもらえれば大丈夫だと思います。外もね、冬の寒い時期でも、外に出るとさすがに寒いですけどね、お湯の中、水の中に浸かってると、とても心地よい感じでね、ゆっくり長くプカプカできるっていう感じでございます。はい、そうで外に出ますと、こういう感じでブルーのゾーンと赤いゾーンと黄色いゾーンだったかなに分かれていて、どれもね、水温が高く、温泉っていう感じで気持ちよく、水着を着たまま楽しむことができます。今ね、正面に映ってるパノラマサウナっていうのはね、コロナの影響で閉まってます。でね、こういうジャグジーとかそういうのもあってね、大人も、子供もゆっくりまったりできるって感じですね。夜なんかはね、ライトアップされてね、さらに綺麗です。で、前回ね、ご紹介してるような動画にもあるように、コロナの中で出したが、今回はコロナの一応緊急事態宣言が明けた中では変な話、一番空いてました。ガラガラ、もう貸し切り状態でしたね。人気が全くないっていうことで、ちょっと寂しいぐらい。やっぱちょっと人気があるぐらいのがね、いいんですけど、まあゆっくりまったりね、子供なんかは、安心して遊ばせることができたかなと思います。はい、そしてこちら上側にね、今度はイエローゾーンって言って、小さいね、一チーム、一家族ずつぐらいね、入れる、お風呂のエリアと、こういうようなね、洞窟のお風呂みたいのがございます。はい、そしてまた屋内にね、戻ってきて、こちらのね、床があったかいところでね、ちょっと体をまた温めて、またプールを楽しむという形です。はい、そして、今度またね、屋内側、大きいね、ハワイアンズの大きいプールの方に戻ってくる途中に、夜市っていうお風呂があります。こちらはね、最大の露天風呂、世界遺産ギネスに載っている、露天風呂でございます。我々はね、タバコを吸うので、喫煙所っていうのがこの夜市っていうところにちょうど中間地点にあるので、いつもこちらの中間地点のね、喫煙所を利用しております。はい、そして一服を終えてね、中の方のハワイアンズの方に戻ってくると、こちら中間地点のね、流れるプールの上のね、ところを渡って、大きいプールに戻ってくることができる通路がございます。うちの場合はね、大体このパターンでもう一度このプールに戻ってきて、流れるプールだったり、うちのね、子供ぐらいの5、6歳の子が楽しめるね、ちびっこ広場的なね、プールの方で遊ぶっていうのが、うちのムッチ家のね、大体流れでございます。で、時間があるときはね、ここのプールで遊んで、またもう一回外のプールに戻るってあるんですけど、最近はね、コロナの影響で、ご飯のね、夜のご飯の時間が早いっていう兼ね合いがあるので、大体もうこのプールに戻ってきて、じゃあ、あと何分ぐらいで出ましょうっていう形で、1日目のね、流れを、プールの時間が終わるという形でございます。はい、そしてね、流れるプール等々遊んでる、
感じだったんですけど、なんせねガラガラだったんで、すべてのプールが貸し切り状態、人はもちろんいるんですけどね、たまたまやっぱねお互いこう距離感を保つっていうのがあって、まあ少しでもね、近く寄らない方がいいな的な感じで、こういう感じでもガラガラ状態でした。まだね日は残ってる感じだったんですけど、6時ちょっと前かなに、夕食の時間があったので、それまでねギリギリまで目いっぱいに遊ぼうということで遊んでました。でいつもこの流れで、ここで参考にしてもらいたいのが、もちろんねプールのまんまもう部屋に戻ってご飯の時間っていうのもいいんですが、ホテルの方にねもちろん大浴場っていうのが別にあるんですけど、ここのね、先ほどご紹介した外に行くプール、スパリゾート側のスパガーデン側のねところにね大浴場があるんですよ。そこをね、うまく利用して、そこで一回体をねざっと洗って、本当の温泉、そこはあの裸で入るんで、男用女用に分かれてる温泉があるので、そこで、お風呂に入って体を温めて、ムームーに着替えて、ホテルに戻るっていう流れがね、実はおすすめかなと思います。と体を洗ったら、ホテルの方に戻り、スタワーの方に戻るっていうルートがねたくさんあるんですが、一つがね夜市という先ほどご紹介したお風呂から抜けて帰ってくるのと、お土産屋さんを通って、帰るルートがございます。はい、そしてプールでね、たくさん遊んだ後はもう大人も子供もお腹かすかすかになりますからね、ハワイアンズ恒例のね夜のバイキングの方のお食事でございます。ちょっとねもうお腹すきすぎちゃ食べちゃってね、ちょっと食いかけの写真も写ってますが、ご勘弁いただければと思います。こういう感じでね、すごい細かくモノリスタワーに関しましては、こういう一つ一つね、なんつうかね小皿で楽しめるような、まあこれコロナの対策だと思います。前はねあのトングで取って一つずつね、自分のお皿に取っていくっていうスタイルが多かったんですが、もうこのコロナの兼ね合いになってからかな、最初のうちはねこうお弁当スタイルなんていうこともありましたけど、さすがにそれだとね、せっかくホテルに来てご飯いっぱい食べてーなーなんて思ってても食べれないっていうねちょっと寂しい感じがあったんですが、工夫がされて、今のこういうようなスタイルに変わりました。で一品一品がねほんととても美味しくて、ちょっとねこじゃれてるんで、私なんかねガツガツって食べたいね、ご覧の通りの体格しておりますんで、ちょっと物足りないかなと思うんですが、一つ一つが本当に美味しく丁寧に作られてるんで、モノリスタワーのねご飯は本当に美味しいなっていつも感じます。で奥さんなんかはあのちょっとずつねいろんなものを楽しみたいっていう女性典型的なねパターンなので、本当にねあのモノリスタワーのご飯は好きですっていう風な感じでねいつも言っております。で、大人も子供ももちろんしっかり楽しみますし、この今ねこの後写真出てきますけど、もちろん小鉢的な小さいものも含め、メインディッシュなね、お肉とかお魚、ご覧のようなね、スペアリブ関係とかそういうものもねがっつり食べれます。で今回行ったのはね、もう今寒くなってきちゃいましたけど、秋の時期に一応行ってるので秋の味覚のね栗ご飯とか、そういうものがね、その時期その時期に合わせたやっぱホテルですからね、そういうようなお料理が提供されてるっていうのがございます。で大人も子供ももちろんですが、あのデザート関係もね、種類が豊富で、写真のようなねゼリー関係だったり、チョコレートフォンデュだったりね、もございます。でアイスクリームね、ソフトクリームではないんですけどね、アイスクリームも選び放題、こんなね小さなね一口感じで食べれるデザートのマカロンとか、ケーキ関係なんていうのもたくさんあってね、私はもう甘いものも大好きなんで、どっちもね、大量に食べれて楽しみでございます。いつも腹パンパンすぎてね、この後ね部屋に戻った後もう一回、スパリゾートのね、本館の方に行って、夜のねフラガールのショーを見なきゃいけないんですが、もう腹パンパンで動けないみたいなぐらいね、いっぱい楽しんでご飯を食べれます。はい、そ
してハワイアンズといえばやはりフラガールのフラガールショーでございますね。ご飯を食べた後、部屋に戻ってちょっと休憩をしてからちょうどフラガールのショーが始まるという形なんですが、今回に限ってはですね、ホテル宿泊者さんの限定のね、ショーが2回行われるということで、宿泊者限定の、ショーが見れるということで、ショーの内容は一緒なんですけどね、その特別にね宿泊してる人だけが見れるっていう感じで、ご案内してくれました。写真でねご覧いただいているように、ホテル側から専用の通路を抜けて、すぐに、ショーが見れる、メインのねハワイアンズの方に行けるようになっております。ご覧のようにね、早速ショーが始まって、ゆっくり見れることができる。もちろんねこちら有料席もあって1階のね、近くで見れるとこもあるんですが、我々はねいつも大体この2階席、ここがね、自由席になってますんで無料でね、結構ね、大きい広く画角が見れるんで、もちろんね迫力のある目の前で見たいなっていうのはね、ディズニー的なね地蔵をしてもいいんですが、そういうことしなくても逆に、2階席からねゆっくりまったり見るなんてこともできますんで、こちらもね参考になさっていただければなと思います。はい、そして次の日おはようございますということでございまして、朝食のねビュッフェをまた楽しむっていう形でございます。ハワイアンズのねご飯はね夜も美味しいんだけど朝もうまいんだよね。朝定的なね今子供が鮭一生懸命とってますけど、鮭とか、もうね梅干しとかそういうね素朴なねものがとても美味しいでね、子供がね、取れるエリアのところはね、ちゃんと子供が手に届くように台が低くなっててね、とてもその辺も配慮されております。で、ご覧の通り夜もそうだったんですけど、こういう感じでね、最近はどこのね、スカイラークグループさんもそうですけど、ビュッフェスタイルのね、レストラン同じように手袋とマスクをして、自分でトングで取っていくっていうスタイルでございます。はい、そしてね2日目もご飯をいっぱい食べてね、少し休憩してチェックアウトを済ませましたら、荷物をね、クロークの方に預けまして、2日目もねチェックアウトの日もまだムームーとね、カバンの方はそのまま借りられますので、そのカバンを持って同じようなスタイルで、プールの方に向かうとよろしいかと思います。あとのものはねもう全部預けちゃった方がいいです。そういうのが手ぶらで楽なので。で2日目もねおかげさまですごいガラガラで空いてたんで、ゆっくりまったり楽しむことができました。はい、そしてね2日目も、一通り遊んだらですね、今度はお昼の、フラガールショーがあるっていうことになってますんで、こちらね屋内のプールから今度このね今ご覧いただきます通路、昨日見せたね、通路は夜市というお風呂側から抜けるね、通路をご案内しましたが、前日のね来る時に通った、ウィルポートの方を通るルートを通って、メインのね、スパリゾートハワイアンズの方に戻るとちょうどステージの裏の辺に出てくるので、観客席のちょうどね裏手に出てくるので
このルートがおすすめでございます。このルートでね書いてくると、そのまま、ショーステージのね、先ほどご案内しました、2階席のね自由席のところに入れるので、とてもね、アクセスも便利ですし、寒いのがね少しでも緩和できるかなと思います。はい、そしてね、いつも結構ガラガラなんですが、すごいキワキワにいたもんでね、さすがにちょっとねいい感じの2階席を取ることができなかったので、ご覧のポジションからご覧いただくって感じになりました。でもねこういう感じで、ショーステージを無事で見ることができますので、雰囲気を楽しむとか、全体を楽しむなんてにはいいですね。小さい子供さんがいるとね、どうしてもね時間通りなく動けませんからね、この辺はこういうのを参考していただければ幸いでございます。はい、途中ね、いつも気になってた、こちらドクターフィッシュ、すごいこれね電気風呂みたいでめっちゃ気持ちよかったです。またやりたい。はい、そしてねフラガールショーの後もね、人きりもプールで遊び放題、遊びまくりという感じで、夕方近くまでしっかりまったり遊ばせていただきましたね。おかげさで空いてたんでとても良かったです。でこの後はですね、夜市というところのお風呂に入りに行きます。はい、ハワイアンズはどうでしたか？楽しかった。誕生日の日にハワイアンズに来て良かったですね。じゃあまた今度来るとき楽しみに待ってましょう。次はじゃあ夜市です。夜市のお風呂に行ったお供を食べましょう。バイバイ。はい、そしてね、2日目のもうチェックアウトが済んで帰るだけの時にですね、うちの場合はこの夜市のところにあるお風呂のねところにそば処夜市さんがございまして、ここのそばがまたうまいんだな、天ぷらと、だいたいねこの小丼ぶりとね、一緒になったセットを頼むんですけど、子供なんかにはねアイス、もなかアイスがついてたり、お菓子がついてたりなんて言ってね、とてもねうまくちょうどいいお手頃な値段でね、しっかりね、プールで疲れた体をね癒してくれるこのそばのね、感じがね、とても気に入っていまして、いつもこのそばを食べてから、帰るっていう流れでございます。はい、でそばを食べた後はね、最後にしっかり体を洗って帰るってことで、ホテルのねもともと泊まったモノリスタワーの下にある大浴場で体を温めて帰るっていう形でございます。ハワイアンズどうでした？楽しかった。クルの誕生日で、いつも来てるけど今日はちょっと特別だね、誕生日やからね。楽しかった人、はい、はい、名残惜しいという形ではございますが、ここで、ハワイアンズともお別れというのが我々ムーチ家のいつものハワイアンズの流れでございます。帰りはね、ホテルに預けていた荷物を車に積み込んで、安全に帰宅するという形でございます。はい、いかがでしたでしょうか。ハワイアンズね、1泊2日の旅、モノリスタワー宿泊ということですけども、今回のはねコロナのちょうど緊急事態宣言が明けた、タイミングで行きまして、逆にね、このコロナで皆さんぎゅーっと我慢してたものが、解き放たれて、少し皆さんもいろんなところに行けるようになったっていうのがあって、その兼ね合いでね多分ものすごく空いてたんだと思います。まあそこはねちょっと一応そういう頭を置いておいてもらっても、ハワイアンズねとても広いので、どういう風に回ったらいいんだろうな、どういう感じなんだろうなというところの雰囲気がねつかめたらなと思いまして、今回動画作りました。あと途中でねお話しすればよかったんですが、館内のねお金の事情はどうしたらいいかなというところなんですけど、基本的には部屋付けができるんでお金はいらないんですが、ロッカーのお金だけは必要になります。なので小銭ぐらいは持っていった方がいいかなと思います。ただロッカーもね使わないで、その近くに置いといてね、ベンチとか休憩するとこに置いとけることができますんで、先ほどずっと冒頭で話しております館内のねカバン、館内専用のカバンを持っていけば特にあんまり使う用途がないかなと思います、お金に関してはね。
あと、スマート関係、スマート関係の決済がほとんどできます。交通マネー系もね、クイックペイだの ID だの等々全部使えますんで、基本的には Apple Watch だったり、iPhone だったり Android だったり携帯のね、非接触関係の、電子マネー関係があれば特に不自由することないので、携帯電話を持つためのね、100均とかで売ってる防水の、首から下げる、ポーチとかそういうものを持っていかれる方がよろしいかと思います。でね、少しでもね参考になればと思うんですが、まずね冒頭で言っている通り、館内着のムームーと館内で使っていいあの袋をね活用するっていうことです。で正直言うともう館内は、ちょっと私なんかね暑がりなんで、あのムームーとかを着てたり、その館内着を着てるとねもう暑いぐらい、あの館内十分暑いので暖かいのでね、その辺はご心配ないかと思います。寒い時期でも。ただ一回プールに浸かっちゃうと、外に出た時ねやっぱさすがに寒いので、タオルをね、お部屋にあるタオルをうまく持って行って、それですぐ体を拭くっていう風にすると、意外に大丈夫だったりします。で、流れ的には大きいプール、流れるプールとかがある大きいプールのメインのプールで遊びながらの、奥に行ってスプリングタウンで遊んで、スプリングタウンにある大浴場も楽しんで、さらに帰りにだったり夜市のお風呂を楽しむっていうところがございますんで、そういう流れをね、作って、ぜひ、1日ないし2日、ハワイアンズを楽しんでいただけたらなと思います。楽しんでいただけたらなって俺のお店じゃないんですけどね、もうなんせ自分も今娘が写っている6歳7歳ぐらいかな、初めて親に連れて行ってもらって、もうそれからもう毎年恒例のように、親にハワイアンズに連れて行ってもらったんで、私もね、自分の娘を連れて行ってあげられるっていう幸せ感とね、あの当時とねいい意味で変わってないし、いい意味で変わってるしっていう、こう昔ハワイアンズのいわき湯本のこう福島の人たちの温かみも感じるし、だけどね、こう昔とは違う、大人になってからの楽しみ方っていうのも堪能できるっていうのがね、この今ハワイアンズ、私も娘もそうですけど私も大好きなね、宿泊施設でございますんで、少しでも参考になさっていただければ幸いでございます。あとね、多分このご案内してる毎回そうなんですけど、去年一昨年にも上げてる動画と内容がもちろん全然違うと思います。あのコロナの影響でね、あの食事のスタイルだったり、あの館内の移動のルールだったりなんていうのも結構変わってて、やっぱその時その時で変わってくると思うんですが、大まかにはこういう感じだっていうのが掴んでもらえたらね、幸いでございます。で、またこの後もね変わっていくかもしれませんので、その辺はね、その都度その都度確認していただいて行かれるとよろしいかと思います。ただね、とは言ってもやっぱホームページ公式のホームページからも伝わりづらい部分とかとかもあると思うので、今の動画をねご覧いただいて、少しでも参考になったら幸いでございます。とてもねゆったりまったりできる、しかもね、リーズナブルなお値段で泊まれたりもしますんで、その辺も、参考になさっていただければ幸いでございます。はい、以上、今回はちょっとねしっかりめにスパリゾートハワイアンズ、私と娘奥さんも大好きなスパリゾートハワイアンズの、1泊2日の旅をねちょっとザザザザーとどういう感じで、ムッチ家は動いてるんだよ、こう回ると、効率がいいよとか、ゆっくり楽しめるよっていうような感じでご紹介させていただきました。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。普段はねガジェット系いろいろね、フリースタイルカンパニーという会社の中でね、いろいろな、仕事もそうなんですが、ご案内する商品も、家電からパソコン系から楽器系から、ゲームやってみた歌ってみたなんていうのもねいろいろやってますんで、ぜひぜひ過去の動画もご覧いただいて、チェックしていただければなと思います。もちろんチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。先日ね3000人突破しましたんで、次は4000人5000人、ないし1万人を目指してまず頑張っていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、ムチ TV のムチでした。ではまた。